で1レース1予選1着になりました広島の大川選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は、3番手のレースになりましたけども、まあ、前が取れたらああいう作戦だった形ですかね。今日はそうですね、はい。で、野口選手が叩き出したところを突っ張って並走になりましたけども、あのあたりっていうのはどうだったでしょうか。本当に、それぞれが仕事をしっかりしないといけないところで、自分が遅れたりとかそういうふさわしくない走りは絶対しちゃいけないなと思って頑張りました。やっぱり後ろに南選手がいて、その並走で平原選手がいるってなると、まあ、すごい緊張感のある位置だったんじゃないかなと思いますけども。そうですね、本当に寸分の狂いなくっていうのを自分の中でどうにかやっていこうっていうのを本当に心がけて、本当に前2人の頑張りに邪魔しないようにっていうのを気をつけました。まあ、最後はしっかり踏み込んで1着まで来ましたけども、状態としてはどうでしょうか。そうですね、自分のできる限りのイメージで、このぐらい力ないと戦えないという思いでしっかり練習してたんで、しっかり踏み込めたっていう部分では良かったと思います。まあ、勝ち上がりで二次予選 A に行けるっていうのはすごく大きなことなんじゃないかと思いますけど。そうですね、まあ、でも一個一個本当にレースのメンバーと展開をしっかり考えてできる限り頑張ります。この後はもうセッティングとかはなく、もうしっかり休んでという形ですかね。そうですね、セッティングにも迷いがなくなったんで、本当に休んでしっかり明日に向けたいと思います。わかりました。では、残り3走に向けて意気込みを最後お願いします。怖がらず物怖じせず、しっかり一人一人一社一社抜いていきたいと思います。